はい皆さんこんにちはこんにちは尊重スタジオです今日もスタジオ1の素敵なチップスをご紹介したいと思いますそれはイベント FX という機能ですとっても便利なのにあまり使い切れていない人が多いそんな感じのツールですどういうことかというと通常はエフェクトをかけるときスタジオ1の右のエフェクトリストからこのようにプラグインをトラックに重ねたり もしくはインスペクターに入れたりという風にすることがあると思うんですが基本はこのようにインサートとして入りますそしてこのプラグインの機能が働くわけですちょっと一旦削除しておきましょうイベント FX というのはこのリージョンごとにプラグインをインサートできる機能ですよそんなことができるのそうなんだよ聞き始めたよそうだね案外 使えてない人が多いから、じゃしこのリージョンをオルトキーを押しながら引っ張っていくとこのように複製ができますできましたねそしてそのイベント fx はどのようにするかというとプラグインをこのリージョンにオルトキーを押しながら載せるのですそして今日はどんなことを勉強するの 活用方法としてはいろいろ考えられると思うんですけれども今日はメロディーに対してハーモニーをつけてみたいと思いますメロディーはどんな感じかと言いましたらちょっとこれ横に置いておきます再生しますはいこんな簡単なメロディーです これの後ろの部分だけに、ハーモニーをつけたいと思います。アイゾトープのネクター3というのを、インサートします。通常はボーカルのエフェクターなんですけれども、このハーモニーの機能を使いたいと思います。このプラグインを Alt キーを押しながら、ドラッグドロップします。リージョンの左隅に、こういうマークができました。 このマークのところをクリックするとこのようにイベント FX、ネクター3という風に出ていますそしてそのイベント FX はこのインスペクターにも出ていますここをこのようにして広げるとインサートのところにネクター3というのがありますもし消したくなった時はここを右クリックして削除することもできますそしてこのネクター3ですけれどもまずは ピッチというところを押してハーモニーにはキーとスケールが必要ですので C のクロマティックにしておきますいや一応メジャーを選んでおきましょうそしてここにハーモニーの機能をつけます今、ユニゾンユニゾンというように左右にありますがこれを3度と5度のハモリにしたいと思いますはい3度そしてこちらを5度にします このハーモニーの機能は上の方に行くとボリュームが大きくなりますハーモニーですから普通はちょっと下げ気味の方がいいかもわかりませんこのようにステレオ感とハーモニーの度合いを調整しますそしてこれでやってみたいと思いますそれでハーモニーができるのそうだよこれで最初に戻して演奏をします通常ボーカルのトラックと考えた場合はここで A メロはハーモニーがなく。 サビのところでハーモニーを入れるそういうような時に応用ができると思いますではやってみますどうなるのかなはい。 こんな感じにエフェクトがかかりました。もちろんこれだけじゃなくって仮にイコライザーをインサートしてみるよたくさんあるね。そうだよありすぎて逆にこういうとき不便だったりするよじゃあここでイコライザーを何か入れたいと思いますファブフィルターのプロ Q3 というのを入れます Alt キーを押しながらドラッグします このようにすると、ここに2つ入ったことがわかります。それで大げさですが、わかりやすいように高音をかなり上げておきます。もちろん、これはバイパスしたりもできますから、先ほどのハーモニーをこの左端でバイパスしておきます。効果がわかりやすいように目一杯に上げておきます。 すごく広域が上がりましたね。そうだね。こんな感じにいろんなエフェクター考えられると思うんですけれども、このように部分にだけかけられるので便利でしょそうですね。今までオートメーションとかを勉強して使ってたんですよ。 うんそうだね。普通はそういうようにしてここからハーモニーをつけるとかつけないとかそれをオートメーションを使って書いていたり初心者の人はオートメーションもわかりにくいからこのようにトラックを別にしてそしてこのトラックにだけハーモニーをつけるとかオートメーションもわからない人はやっていたと思うようんこれが一番わかりやすいのね私には。 うんそうだよね初心者の人はこれでもいいと思うんですけれどもこうなるとドラッグがいっぱいになっちゃうよねそっかうんだから今日からはこのイベント FX というのを覚えて Alt キーを押しながらリージョンにプラグインをドラッグして使ってくださいはい私もそんな風にして使います今日はイベント FX という機能を 皆さんにご紹介しました村長スタジオでした。まったね,まったね